つるいということで、イーハトブガイドね、今日もねやってまいりました。このチャンネルは岩手の楽しいこと、そして面白いことをどん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 発信していくチャンネルになっております。で、前回の動画で、盛岡南高校と小塚田高校が、こちらの学校が合併するっていう、それで新しいね新名称を募集しますよっていうあの動画をやったんですけども、そちらで今回ちょっと進捗があったみたいで、進展があったみたいでね、天の声さん。そうです、おつるいです。おつるいです。はい、前回ね、はい、撮りましたね、はい、盛岡南高校と小塚田高校、こちらね、岩手県教育委員会の県立高校再建計画でですね、はい、3年後の2025年後に統合されるという形で、これの新名称をですね、はい、募集していて、そうっす、で前回ね、はい、やりました、やりました、予想しましたよね。予想したんですよ、ね、そうなんです。本命大穴夢枠でね、はい、そうです、そうです。本命何でしたっけ。本命は小塚田南高校。はい、はい、で大穴は盛岡第五高校。いいね、これも夢枠はなしとして、ね、ちょっと待って、一応そこ一応ね、はい、おつるい、ね、夢枠はおつるい、はい、はい、ありがとうございます、ね、こんな感じなんですね、はい、夢にもならないっていうねちょっとそれはそれ言い過ぎですよ、ちょっと照井高校じゃなくて、おつか、手じゃないですから、ね、おつね、あれおつですから、ね、おつ校のおつですよ、手じゃないですから、ね、手じゃない、皆さん間違えないでくださいよ、おつり高校ね、あ、大変失礼しましたね、はい、これね、エントリーしたんですけれどもね、はい、そうです。で、まあ今先ほどちょっとルイト君言ったようにですね、はい、進展がありまして、お、学校名のね、候補がですね、はい、4案に絞られましたよ。絞られたんですね。いやー、ちょっとドキドキする。いやー、めっちゃドキるな、ね、なんだ、入ってない、入ってるよな、入ってるよな、多分。どうでしょうね、どうでしょうね、ちょっとこれ後ほどね、はい、発表しますけども、はいはいはい、ね、岩手県の教育委員会は、はい、このうち一つを最終案として、はい、2023年2月に公表するということで、すぐじゃないですか。2月には、はい、その4案から一つに絞られると。マジです、もうすぐじゃないですか。すぐですよ、待ってますよ、もうすぐ。いやー、マジか。はい、これ大事っす ね大事ですよ、大事だ、この4案、はい、ね、さあ、そのね、はい、どういう名前になるのかっていうところの、はい、その4候補なんですけども、いやー、ちょっと気になりますわ。こちらちょっとね、はい、バッと紹介します。あ、お願いします、待ってます、はい、お願いします。 A 案、はい、A 案、松栄高校。松栄高校、はいはい、羽ばたくに永遠の A で松栄高校松栄高校ですね、はい、次 B 案、はい、徳丹高校と、ああ、はい、徳は、孫徳の徳に、はい、ああ、はいはいはい、なんだろう、単語の単ですね、ああ、徳丹高校、はいはいはい、徳丹高校、はいはいはい、C 案、南昌未来高校。南昌未来高校。南昌ってね、ちょっと、はい、南昌山っていうのがね、ああ、あります、あります、ありますよね、はい、その南昌山の南昌に、はい、未来はひらがなで、はい、南昌未来ですね、はいはいはい、ちょっと待って、あ、もういいですよ、はい、ちょっと待って、そろそろだよね、ラスト D 案がありますからね、さあ、そうだ、ちょっと俺あれだったんです、今普通にさらっと聞いてましたけど、そうですよ、ダメだダメだ、ないと思ってねお願いします、お願いします。 D 案、はい、森ヶ丘高校。な、森は森岡の森じゃないんですよ、森林の森です。 あの森か、森にひらがなのがに丘で、森が丘です、森ヶ丘高校ということで、はい、ルイトさんの、はい、こうエントリーした、はい、案は採用されずということで、うわー、マジか、なしよじゃないですか、マジでそれはなしよです。ありましたよね。マジで。残念です。いや、マジか。まずね、ワンちゃん小塚田南とかね、ちょっとあるのかなって思ったんですけども、ね。渾身でしたよ。結構俺の中でね。俺の中ではそうでしたけど。そうでしたよね。渾身でしたね。そうそうね。はい、そうです。じゃあ一つ一つ、じゃあ解説、ね、はい、お願いします。はい、お願いします。A 案の松栄高校ですね。はい、これはですね、両校の校歌や校訓から採用したということで
ピンとこないですけど、なんかあんまりなんか、はい、だってさ、ごめんなさい、はい、羽ばたくという字とかさ、はい、ANA とか大体の効果入ってねみたいな。そうっすよ。あとなんか照明ってこう響きがね、そうそう、う俺一つしか今、ね、で我々この業界にいればね、そうですよ、思うのはね、あの俺あの人このいいですか、うん、松永さんですよ。銀河マン。どうですか。熱い、超熱い。これ見てたもん。ブルー役ですよ。そう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 、はい、ヒーローですから僕らの。そうですよ、はい、ね、それしかないですけど。マッチョマンみたいな。そうです。じゃあ松永さんにお願いしますか。ね、本当にもうマッチョしかないね。松永高校アンバサダー。松永みたいな。いや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 、言いにくいしみたいな。松永なんて俺ら言えないっすよ。言えないよ。松永さんですから。そう、そうですよ、ね、松永さん高校って言わなきゃいけないみたいなね。言えないっす、言えないっすよ。松永高校だなんて言えないっすから、ね、言えないよ、怒られますから、ね、これはね。そうですよ。なんかね、そう、効果から採用っていうね。そうか、マジか。なるほど。ここはね、全く予想してなかったですね、はいはい、ないっすね、なかったっす、なかったっす、はい。で、B や、はい、アクタン高校、これもね、俺初めて聞いた言葉、はい、なかなかピンとこないですよ。来なくて、はい、ね、矢幅町っていうところに、はい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 、校舎を構えるんですけど、盛岡市の南にある町なんですけども、はいはい、そうですね、その矢幅町の徳誕城っていうお城があったらしくて、なんか昔あったみたいですよ。昔あったんですよ、はい、お城の名称から採用したということですよ。だってごめん、俺知らなかったんだけど。いや、知らない人多いと思いますよ。うん、ワンチャン、すみません、俺はまあそっちの方に、まあ、親族というか、いとこがいるんで、ちょっと知ってましたけど、あの、なんだ、徳誕城って何やろみたいな、あったっすけど、わかんないっすよ。わかんない。わかんない、わかんない。全然わかんないっすよ。ピンとこないでしょ。ピンとこないです、ピンとこないです。はい。そうですよ、徳誕ってわかるなんて。なんかもう聞いて、なんか、チンタンのなんか、新しいやつ出たのかな、みたいな。うちのじいちゃんやってた、それ、食べてた、食べたっていうか、な、ね、やってましたよ、チンタン。ね、おじいちゃんの匂いするのな。そっちに行っちゃうから、もうちょっと、はい、もうちょっとね、そういうかぶっちゃう、ちょっと古風な匂いがね、こう渋い感じになっちゃうからね。渋くなってる、それは。ちょっと渋いよね、はい、ね、渋い、渋い、渋い。で、シーヤン、はい、南昌未来っていう。南昌未来、これどうなん、これまでか、はい、その南昌山っていう山があるんですよ、ね、はい、あります、あります。そう、で、あの矢幅町の南昌山から採用したってことで、はい、なんかね、調べたら盛岡南高校の校章が南昌山をモチーフにしてるらしくて、まあ、割とそういうこともあるのかなって思うんですけど、でもどうですか、南昌山ってなんかもっと山あるじゃん、岩瀬さんとか。そうですよ、岩瀬さんとか姫神さんとか、そう、さ、岩手未来とかさ、そうそう、ね、姫神未来とか、そう、なんかね、さすがっすね、さすがっすね、持ってるな。まあ、まあ、持ってるか持ってないかで言うと、はい、まあ、持ってる、ね。持ってる。まあね、そうですよ、そうですよ、はい、ちょっとね、そう、南昌未来ですよ、はい、南昌は漢字で未来がひらがなって、ちょっと今どきっぽい感じよね。ちょっとすみません、イメージ的にちょっと、はい、あの、ごめんなさいね、介護ホームとか老人ホームちょっとイメージしちゃうんですよ、すみません、なんかこう確かに、ね、あるじゃないですか、結構そういう名前が、はい、南昌未来層、ね、そう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 、バリバリそっち行っちゃうんですけど、ちょっとそっちだな。なんかちょっとね、はい、あのね、えなんか年配のね、こう、はい、ちょっとち力のある有権者が選んだのかなっていうような思っちゃいます。A B C やつですね。そこまで、ね、今ここまでですよ。そう、ここまで、そんな感じがちょっとしますね、はい。セレクトしたのがね。そう。はい、で D やの森岡っていうのは、はい、森岡の故障、はい、いや昔森岡っていう場所は、はい、森ヶ丘って呼ばれたらしいんですよ。もうそこもわかんないし。そう、はい、森ヶ丘、はい、ね、なんだろう、昔の人はね、森ヶ丘って言ってて、はい、でもなんかがじゃなくね、何で森岡でよくねみたいな感じで森岡になったのかな、これ。いや、そうですよ、うん、だって言いにくいです、森ヶ丘って、うん、めちゃめちゃ言いにくいですもん。そうだから、がいらねえよ、はい、じゃ森岡でいいじゃんみたいなね、そうですよ、そういう歴史背景見えますよね、見える見える。じゃ未来的にはこれ、じゃあ森岡もあれだから、もうモカでよくねみたいなね。リー消されちゃうみたいな、そうコーヒーですかみたいな、リオ消されちゃうみたいな、ねえ、モカでよくねみたいな、それがリオでよくねみたいな、どっちかかみたいなね。ちょっと可愛くなっちゃう、そうそうそう、めちゃめちゃ可愛くなっちゃう、リオもちょっと可愛い感じになっちゃいますけど、ね、はい、なっちゃいますよ、うん、実は。でもなんかピンとこないよね、ちょっと申し訳ないです、なんかちょっとピンとこないですよ、うん、はい、どうですか、だからちょっと A 案、松永、B 案、徳丹、C 案、南昌、はいはい、B 案、森ヶ丘、今、はい、来てますけど、ちょっと ABC でしょ、うん、ABCD で
こうちょっとなんつうんですかね、はい、感想というか、はい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 、いや本当に申し訳ない、本当申し訳ないですけど、ピンとこないし言いにくいというか、なんかこう、なんか盛岡南と小塚田高校ちょっと忘れちゃいそうな感じ、感覚になっちゃうんです。やっぱり俺は小塚田南が良かったっていうのはあります、ね、はい。手の声さんは何かあります？なんかね、はい、僕もなんか同じ意見でピンとこないんだよね、全部なんか、はい、なんか岩手っぽさがないっていうか、変な話、ここからね、例えば甲子園だとか、なんかね、全国大会出た時に、はい、この高校が出場した時にね、はい、なんかピンとこないんですよね。はい、でもね、あのね、はい、あの、何年か前に、はい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 、春の選抜だったかな、はい、に小塚田高校が甲子園出たんですよ。はい、行ったかもしれないです。行った、はいはい、行った、行きました、行きました、行きました。小塚田高校って名前めっちゃかっこいいねとか、はいはいはい、すごい県外の人から言われたの。はいはいはい、そうなんですか。これなんて読むか分かんない。はいはいはい、フライホーって読むのとか。あ、でも俺も言われたかも。小塚田ってすごいかっこいいね、はい、名前みたいな、すごいな褒められて、はいはいはい、まあねとか言って、はい、僕とじゃないんだけど、まあねみたいな。なんかちょっと誇らしかったんですよ。はいはいはい。でなくなるっていうのはなんかちょっとね、うん、寂しいなみたいな。ある。それはある、うん、本当に。そう、寂しいなとか残念だなっていう思いがあって、はいはい、まあ、うん、ネイトも私も同じ意見だけど、はい、ね、ネットの声もね、あ、どうだどうだったんですか。結構出てるんですよ。あ、気になる気になる、超気になる。じゃ調べてますから。さすがですね、もう。で、ね、これ持ってる。任せてくださいよ。さすがありがとうございます。ね、はい、まあ、ね、ニュースにもねたくさんなってですね。はいはい、まあその中のね、ヤフニュースの中のね、そのヤフーコメントですよ。リアルです。はい、はい、お願いします。これをね、はい、あの読んでいきたいと思います。はい、正直、はい、候補案のどれもピンとこない印象です。ほら、ほら、出だそう。でどんどんちょっと、ね、ああ、お願いします。お願いします。はい、そのまま小塚田高校か小塚田南高校でいいと思います。この4つの候補名どれもピンとこないです。なぜこうなったのか。同じ意見いますよ、小塚田南が良かったっていう人、はい、いや超嬉しい、なんで、また続きますよ、はい、はい、お願いします、お願いします、名前が意味不明、はい、単純に小塚田南で良いのではないか、はい、盛岡イコール小塚田だ、いや確かに、うん、いやマジで思ってること一緒じゃないですか。そうですよ、これなんかね、さらにね、 OB、はい、OG に対するねコメントもありますよ。お願いします。またまた意味不明な学校名卒業生の皆さんは悲しいでしょうね。いやーこれですよ、うん、いやそれはあると思いますよ、多分、うん、ちょっとあると思います、 OGOB の皆さん、うん、本当にね、ありますね、うん、これね、ヤフーコメントの、はい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 、あれヤフーコメントだけって結構偏るから、まあまあ確かに、そうか、他のやつもね、はいはい、あ、まだあるんですか。ツイッターコメントとかもね、ちょっと拾ってきました。時代だなこれ、はい、はい、お願いします。 IBC オンラインっていうね、はい、あのツイッターあるんですけども、はい、お願いします。その IBC オンラインが記事載せた時に、はい、そこからちょっと抜粋したんですけども、はい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 、これも読んでいきます。はい、お願いします。これに絞っちゃうセンスのなさよ。結構きついな、うん、言いますね。はい、いきます、ね、はいはい、はい、小塚田南はダメな、もう委員会が年寄りばっかなんだ。なんかどれも嫌だな。リアルだね、リアル。3つ目、はいはい、正直ダサくない。、はい、そこは思う、思う、ね、ごめんごめん、ほんまごめんだけど、ね、思う、そこは、はい、はい、4つ目、はい、唯一無二の名将、はい、小塚田、うん、岩手の歴史を背負う名将、決してはいけないと思います。やっぱりその小塚田っていうフレーズを皆さん入れたいんですよ、うん、はい、そこなんですよ、強いんでしょうね、やっぱり思ってるのが。いやだからほら、そうじゃん、皆さんそうですよ、はい、あと、はい、最後ね、はい、どうして全く違う校名になっちゃうの、はい、そこだよ、本当に、まあ、本当ですよ、はい、うん、なんかね、うん、まあこれ抜粋だけど、はい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 、ほぼほぼですよ、ほぼほぼ、はいはい、この ABCD 案、はい、めっちゃいいねっていうコメントはぶっちゃけ、はい、見つけられなかった、これ。正直そういうのも入れたかったの。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。入れたかったんだけど、はいはいはい、はい、ない。まあ、いまいちだけど、はい、まあこん中だったら、まあ強いて言うならこれだよなっていうのはあったけども。ああ、はいはい。だでも僕もありますよ、それ。うん、まあ、はいはい、え、マジで？マジでありますよ。俺もあるよ。まあ、まあ、なんか、まあ、はい、だってね、はい、どうあがいたってさ、はい、この4つに決まっちゃうわけじゃん。そう、そういうことだ。4つの中の1つに決まっちゃう、はい。思うことはありますけどね。うん、はい、思うことはあるけど。はい、この4つだったら、地域言うならどれってあるんだ。はい、あ、あります、あります。ありますよ、ね。俺もあるんだけど。え、じゃあちょっと、やってみる？やってみます？ちょっと、相性チェック。ちょ、大丈夫ですか？恒例の。恒例の。恒例の。初めてだ。初めてやる。
じゃあ今日せーの森ヶ丘、おーい、森ヶ丘これしかないか、まあまあ、そうだね、はい、うん、まあ森ヶ丘だろう、そう、そうなっちゃいます、そう、まあこの4つの中だったらね、はい、うん、だから翔栄のちょっと翔栄さんを浮かぶっていうの、ね、もうダメです、はい、あと徳田はもう人体感もあったから頭がそれになっちゃうからね、男性未来はなんか対応するってなっちゃうからね、そうなってくると、まあ、消去法でもねそうです、もうそれになっちゃったよ、もうマジでそうなんだよね、はい、そう、まあね、だから本当ね、どれだけね、はい、こう民意がそのこの中に反映されているのかなっていうのは正直思った、ありますあります、だって、はい、小塚田南がさ、はい、こんだけさ言われて、ね、ネット上でバーってなってる中で、いや、そうですよ、4項の中に入ると思いますよ、うん、マジで、でぶっちゃけ、はいはいはい、森岡大吾がいいんじゃないって書いてる人もいた、はいはいはい、え、本当っすか、いたいた、え、マジで、うん、マジですか、5個ぐらい見つけた、嬉しい、超嬉しい、マジで森岡大吾っていう人もいるわけですよ、ありがとうございます、多分ね、特典とかね、はい、ショーよりも、ね、多分森岡大吾って書いた人の方が多いような気がする、間違いないですよ、ね、うん、支持してくれると思うんですよ、本当に、分からないけどね、まあまあまあ、まあ、そうですね、そうですね、ただちょっと会話の中でだけどさ、はい、ね、ちょっとディーヤのさ、森ヶ丘だったら森岡高校が良くないとかさ、なんかそのシンプルに森岡高校もいいよね、なんかいいっすよ、うん、それもなんか聞いてて、がじゃなくて、うんうん、森岡高校って全然いいと思うね、やっぱね、こうひねりすぎない方がさ、うん、なんかかっこいいよね、いや、ね、そうなんですよ、やっぱりシンプルイズベストじゃないですか、うん、やっぱりいいこと言うね、たまに、たまに、たまに、ね、大丈夫ですか、OK ですか、たまにね、たまにね、たまに、ね、たまにポンってくるんですよ、さすがね、ありがとうございます、いやいや、という、まあ、結果ですけどもね、そうですね、まあなんか、はい、一応まあ来年2月にですね、すぐですからね、この方この4つの中から1つ選ばれるそうなので、はい、ちょっとそこはそこでまた、はい。